はいどうもカパインジョですじゃあ最後はね、えー、ジャニ問題ジャニ問題ってよりもジャニ問題からのこの半日クソマスゴミ界隈ですかね。うん、僕にとってはもうメインステージはそっちに移してここを何とかしていくね、うん、ジャニ問題その踏み台に使ってもらいたいっていうそんな感じですかね。うん、で、えー、とまあなんかそのマスゴミ連中がね、うん、また人とごとのように。ね、うん 能書き垂れてやがるんですよ、気持ち悪いことにね。うん、あ,あとはその、マスコミのこの報道姿勢とかね、うん、べったりベタ,ベタ。ね、このむしろ、ね、一緒になってやらかしていた側の癖しやがってっていうのはも,もちろんあるんですけども、もこの被害者面の会の話をずっとしてるじゃないですか、僕はね。うん、いや、やっぱりもうなんかね、これもまあ話半分ぐらいで見てますけども、うん、まあ、そうだろうな。 って納得いく部分もあったので取り上げましたけどもね、このジャニーズ事務所がある声明を発表してね、嘘ついてるやつがいると。<laughs> ね、被害者じゃねえやつがいると。<laughs> あの被害者と、ね、そうじゃないやつが、ね、この金欲しさに、ね、本当、半島流ですよね。<laughs> こいつらもそもそもあれですけども、ねうんでそこにこう、だからもう本当、縮図ですよね。迷惑でしかないんですけども。 ね半島と半島民の縮図じゃないですかねこの騙して騙されてみたいなねこの金で揉めるとかさ揺、ね、すってたかるみたいなさあいつうまいことやりよって全部そうじゃんすげえなねえ正体一緒なだけあるよねやっぱえこんな完全一致ってねこの界わ覗いたらなかなかないっすようんフ <laughs> きっしょ 何が気持ち悪いってこんな状況を日本国内で起きてるのがもうこんな不愉快で腹立たしい、ね、もう吐き気を催す案件ってそうそう、まあ、こいつらはそうそうじゃないんですけどもねうんいやーこういうのねとっととこの片付けるなんかこのスタートに使,使いたいんだけどなうん被害者のだようん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 うなうん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  ね、被害者が、ね、自傷とはいえ、ね、嘘でたらめこいてる自傷とはいえ、被害者がもういいって、ね、言うまでこの謝罪と賠償を続けるのが半藤流だろ。うん。ね、ジャニーズだけでやれよな。うん。間違ってもこれ、公金、税金使わせたらダメですよね。昨日もずっと言ってますけども。<laughs> 被害者じゃねえやつがいるってさ。<laughs> で、まあ、それはさておき。ね、えっ、ー、と、サンモニ、ね、サンモニ、青木さんと、 えっと、これ番組なんだっ,たっけあの、池上さん、池上彰さん。池上さんの場合、このジャニーうんっていうよりも、このマスコミですかね。うん、全体に対してかな。もうこれぞ老害としか言いようがないですけど。は <laughs> はね、ほんに、ね。例えば三ンになんかはね、もう日本のマスコミ、日本のメディアのダメさ加減をね、なんかもう、カーツつみたいなこと言ってるんですよ。<laughs> お前言うだよ、お前言う。 えー、まあ青木さんが、えーまあ、もうなかなかのこの特大ブーメランですよね、これね。というかこのそうあの、昨日とかも言いましたけどもあとこの古舘さんとかもねこの話もあったんであれなんですけどもあそうそう、えー、となんていうのかなの結局、誰が、ね、あのどういう立場でこの口開こうが。あの もうダメなんですよね、結局は、うん。だって当事者サイドでしかないんで、うん、だったらもう、はなからずっと口つぐんでた方がまだいいですよね。うん。で僕は思うんですよ。うん。所詮そういう界隈、ね、その手のやからのソークスのそういう界隈でしかないから、ね、自分は違う、えー、みたいなつもりで。うん ね、ここが問題だとかって、ね、確かにそこは問題ですが、ね、あなたはそれ言う資格あるんですかって絶対になっちゃうじゃないですか,、うん、だかどうしてもっていうんだったら私も、ね、この当事者の一人なのは承知の上で、ねうん、批判を恐れず、ねうん、述べさせてもらいますがって断れよ枕言葉で毎回。 <laughs> ね、どうせ与えられたセリフ読んでるだけなら昔も今もこれからも変わんねえんだからさ、ね、せめて申し訳なさそうなふりぐらいしとけよ、うん、偉そうになんかこの三森の,こ,の、ね、こいつらみたいにさ、ね、上から目線で偉そうにふんぞり返ってだか、ね、ら言ったでしょう私はずっとそう思ってたんですよとか、ね、私はここが問題だと思うんだよみたいな、うん、うるせえよって話ですよ、うん、あそうそう、ね、懐かしいこの古舘さん古舘一郎さんの話もあったなうん でまあなんか被害者面の会、ねえー、偽者がいますよと、あ被害者面の会じゃない、あれはもう花からそうでしたけども、も、えー、まずこのサはね、えー、もうみんなそうですけどね、結局ね、うん、なんかこの青木さんが言うには、未曾有の性加害の会見、おぞましいみたいな、この井ノ原さんが喋ったあと、ね、拍手が起きた、ね、マスコミがなんか拍手,が拍手してるやつがいましたよね、いたんですけども、もそれに対してなんか言ってるんですよね。 今の日本という国の,このメディアのダメさ加減というのを象徴しているとあれが本当におぞましい光景だったなと思いますと、まあ、だとしたら君らもそうだよねね、うん、そもそも三りでしょこいつらも、ね、あるいはこのだろう暗黒芸能界、うん、一つのなんか、ね、この暗黒っぷりをずっと発揮し続けている一角じゃないですか、うん、ね なんか一段高いところから、ね、この偉そうに言えるあれじゃないですよね。うん、っていうか、そもそもジャーナリストじゃなかったでしたっけ、この人、肩書き、き一応、自称とはいえ、だったら会見場に入っていって、質問の1つでも浴びせてこいよって思いますけどもね、うん、まあ、とりあえず、ね、そのだめなメディアの一員だってことを、ね、きっちり要素に棚上げしてますよね、こういうところなんだよな、マスゴミ界隈って、ドイツもこいつも。あと古 まあこれはちょっとなんか興味ある人はなんかと、ね、これ文春法じゃないなうん、まあ、確認してみてほしいんですけども古田氏さんも、えー、このジャニーズ帝国の,この強大さをまあ証言していると、うんまあ、ズブズブですよっていうのを、うん、みんな知ってたっていうあれとまあ似,た似た感じではありますけどね。うん 古舘さんか、古舘さんといえば、僕は中学生とか高校生のこのこの F1 中継を思い出しますけどね、うん、でまあ古舘さんが、ね、ジャニーズ帝国を帝国たらしめていたのはテレビですよねと、だから反省してるなんていうレベルでは収まらないと、どう検証するんだと、このズブズブっぷりを。っていう時は、それこそ BPO も使うべきだと思う、新聞を含めたメディアを検証するように提言したと。 でえー、ここはテレビ自体が既得権ということでずっと電波事業でやってきたっていう点も含めてそこを支えてきたジャニーズの方が強くなった、えー、ビッグモーターと損保ジャパンと同じだとお反転して、えー、ジャニーズの方が強かったぐらいっていう感じでね、うん、忖度もあったとじゃなくて忖度そのものだと各局にジャニーズ担当がいてしっかりズブズブになっていくと で銀座のクラブの請求書もジャニーズに送るとか、<laughs> そんなことしたんだ、そういうことが日常的にあるぐらいジャニーズは強かったっていうことをね、なんか暴露するような格好ですかね。まあ、だろうなとしか言いようがないんですけども、うん、ただやっぱり結局これもね、うんまあ、後出しじゃんけんだし、ね、当時やっぱ言えなかった。ね うん、でもなんか今になってこの口開いているっていう、結局そのね、そっち側の人の一人ですよね、古舘さんもね、うん。で、最後、池上彰さんですかね、池上さんこのジャニうんぬんじゃなくて、ね、なんかわかんない、ここはここで被害者面でね、えー、ちょっとでも、えー、要はこの官邸ですかね、だか安倍さんの頃ね安倍政権に批判的なコメントをしたら、必ず官邸から抗議が来た、ね、安倍さんの時の話なんかあってどうでもいいですけども。 今じゃあどうなんですか逆にね岸田政権ねあの増税クソメガネがさみたいなコメントしたらやっぱり抗議がくるんですかね <laughs> まあそういうのあるんじゃないですかねっていうかだってお前らはそもそもこの抗議が来ようが何しようがね本来は事実でもってねうんなんか指摘してうん,なんもうだかこの政府官邸の暴走にね 歯止めを効かせる、ね、国民に代わってっていう,うこの監視するじゃないけどさうんえそれが何あの事実も指摘せず嘘でたらめばっかなこの件に関してはあれですよねマスゴミ側が嘘でたらめこいて偏更捏造をやらかし続けるからねんでお前嘘つくなよって言われた叱られただけじゃないかようんね本来のね意味合いとは状況違いますよね実態はねうん本当汚ねえよなこのパイをくどとって 頼ったしかもその中でもこの老害と思って立ち悪いよなうん、ね、別にこの政権批判するななんてこと言ってんじゃないですよ、ね、事実の指摘、ね、証拠があって裏付けがあって、ね、これはけしからんと絶対許せんっていう指摘はね大いにやりゃいいんですよどこの誰が相手だろうがお前ら違うじゃんそもそもが嘘ばっかこきやがってえー、てめえたちにとって都合が悪い話は報道しない自由の行使ばっかしてるじゃねえかよ何言ってんだよなほんとふざけやがって いやーもうこの界隈も,もう一掃したいですね。もうまるっと大掃除したい。もうきれいにしたいですよ、一回。うん、できねえんだろうな、本当とな。え今回は以上です。